ブドウモモ畑民家の軒先に吊るされた柿キ甲州八、鎮花、または開八鎮花は、江戸時代に開国で生産されていた代表的な八つの果物の総称である。すなわち、ブドウなし、モモカキリンゴザクロクルミ、または銀杏の八種類を指す。山梨県はフルーツ王国を自称しているが、甲州八鎮花という言葉の存在は、古くから山梨県が、 果樹栽培の盛んな地域であったことを伝えるものである。山梨県の県土に占める高地面積の割合は5.9%に過ぎないが、果樹栽培が盛んであるため土地生産性は3、217千円、ヘクタールと日本全国的に見ても高い。また、山梨県の農業生産額に占める果実の割合は58%に達し、果物が山梨県の農業を支える。 基関作物になっている。ただし1925年の農産物、価格構成比を見ると果実が占める割合は2.9%に、過ぎず、日本全体の平均値の2.0%と大差、なく、当時の基関農産物は、稲と解雇であった。果物栽培が、山梨県の農業の中核を担うようになるのは、日本中血球中対策や養産不況に伴う、 果樹への切り替えが起こる1960年代以降のことである。当時の交通網の整備によって、景品の市場との結びつきが強化されたことと、日本国民の消費生活の向上が重なったことで、果物需要が伸び、レジャーブーム到来による果樹への観光の応援化も手伝って、山梨県の果樹生産は大きく成長したのであった。県はフルーツ王国を自称しており、 ブドウモモスモモは栽培面積、生産量ともに日本一である。果物栽培が発達した背景として、釜無川、笛吹川、桂川に沿った細長い平地を除いて、傾斜地が多く、800メートルの標高差を伴う複雑な地形であること、降水量が少なく、日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいという地形、気候条件が挙げられる。 また四方を高い山々に囲まれているため季節風の影響を受けづらく、大気は乾燥がちである。土壌は沖積層、鉱石層に覆われ、肥沃である。奈良時代にはすでにクルミを献上したことが木下に記され、平安時代の演技式に、梨が貝の国の名産品であると書かれているように、果物栽培の長い歴史を持ちその種類も豊富で、 健常品として珍重されてきた。ただし、落葉果樹が中心で、柑橘類の栽培は行われなかった。江戸時代になると、貝の国の経済発展に果物が役立つと目されたことに加え、貝の国が甲州街道の整備によって、江戸の市場と結合したことから、商品作物として果物の栽培が盛んになった。甲州八珍下の中では、ブドうなし柿が、 江戸幕府への献上品として陳徴された。こうした中で、聖徳の検地でぶどうへの課税方法が、ぶどうの木単位からぶどう畑の端別に変化し、重要な課税対象とみなされたことが伺える。一方で梨への課税は、江戸時代を通じて梨の木一本ごとに行われた。生の果実だけでなく、柿渋、姫くるみ、ぶどう漬けなどの加工品や、月の雫、 源氏くるみなどのメーカーの生産も行われた。山梨市の加納岩病院は、1971年に、果樹地帯ならではの産婦人科学的疾患について、論文を発表している。同論文によれば、新たに開発されたジベレリン処理の作業が、注意力、持続力が必要なことから、女性の方が向いており、他の農作業にも、男性労働力の不足で女性が従事するように、 なったと記されている。その結果、農家の女性は非農家の女性と比べて、過し上脈瘤を患う人が多く、農販期に未熟児の出生率が高く、農薬を吸入することによる一時不妊が考えられるという。公衆八沈下がいつ頃誰によって選定されたのかは明らかでなく、諸説ある。例えば、浅野長政、柳沢義康。 小島松園が提唱したという説がある。この三人はいずれも果事の増産を奨励し、海の国内の産業強化を図ったと伝えられる。葡萄は、甲州八珍下の中で最も有名な果物で、江戸時代の本町食館では、葡萄産地として第一に、甲州を挙げている。山梨県の葡萄栽培の始まりは、文治2年に天宮影湯が自生している甲州種を発見し、 持ち帰って栽培したという説と、京都が養老2年に導入したという説の2つがある。慶長6年の県知町によれば、勝沼村、上岩崎村、下岩崎村、菱山村の葡萄の木の本数は164本で、現那年間に、長田徳号が現代まで続く葡萄棚による栽培法を考案したことから、聖徳6年には3000本まで増加した。しかし、 強法9年のある村の農家の年収は3件が100両であったのに対して、ぶどうは30両とそれほど重要な収入源にはなっておらず、市場への輸送事情に左右されるなどやや安定性を欠いた作物であった。とはいえ、勝沼山マも、ぶどうを食いながらという句が読まれるなど、ぶどうが公衆名産として名高かったことは確かである。他にも、貝の国史は小道用として、 公衆土産に何者をたぐんない島ぬ星葡萄を掲載している。江戸時代の葡萄の出荷先は主に江戸、神田の水菓子問屋であり、一部は甲府の町へ送られ、青梨、柿と一緒に出荷された。このほか勝沼塾や近隣の街道沿いでは、葡萄棚の前に商店を開いて、旅人に販売する直売も行われ、宝永三年に勝沼宿を訪れた。 お牛そら来は、牧獣たちが、ドウ棚へブドウを買い求めに行く様を、海中機構に書き留めている。ブドウ栽培が伸びるのは、明治維新以降であり、ブドウから取れる、主席さんが、軍事利用できたことから第二次世界大戦中も、栽培が続けられた。大正時代には、海東で、最も栽培が盛んで、海中がこれに次ぎ、その他の地域ではほとんど栽培されていなかったが、 1960年代半ば以降に急成長した海西の南アルプス市でも生産が盛んになっている。どう畑の面積は1955年から1957年に倍増するが、これはジベレリン処理による種シブドウが生まれたことと新査佐トンネルが開通したことが影響している。梨は県名に入っており、山梨が多く採れたことから、 山梨県と命名されたという説があるほどであるが、現代の生産量はそれほど多くない。それでも、日本で流通する和梨の原種とされる日本山梨の木が、大月市の JR 猿橋駅前に現存し、甲府市で、香水、放水などの和梨、藤川町で、ラ・フランスなどの洋梨の栽培が行われている。また、文化15年観光の草木育種に、 梨の特産地として、相模国、下佐国と並んで、海の国が挙げられるなど、栽培史は長く、江戸時代には、葡萄や柿と一緒に、江戸、神田や甲府へ出荷されていた。桃は、海藻期に、南田中に、桃樹、王子その子さや増して名産なりという記述がある、ことから海江年間以前には、栽培が始まり、特産品として認知されていたことが伺える。 しかし田中桃の栽培は1880年の記録にはないことから途絶えたとみられ、今に続く栽培の歴史は1900年に西の村で岡山県から桃を導入したのが始まりである。栽培が盛んになったのは昭和初期で昭和恐慌に伴う深刻な養蚕不況の結果、解雇から桃へと転換する農家が増えた。第二次世界大戦中は食料増産のために 桃の木が伐採されてしまうが、戦後は新たな食事や添削により生産量を伸ばし、特にブドウよりも資本投下が少なく欠実が早いことから栽培面積が拡大した。栽培面積は1964年にブドウを上回り、1967年には創園を抜き、主要果樹となったが、その後のびが鈍化し、1978年にブドウに抜かれた。 主な産地は、笛吹市、山梨市、甲州市である。現代の山梨県は、柿の主産地ではないが、笛吹市や山梨市で栽培が行われている。特に、笛吹市伊沢町広瀬は皇室に献上してきた歴史があり、高級甘柿の産地となっている。甲州市は、 甲州百目柿や山和百目柿などの渋柿産地であり、転がしながら丁寧に乾燥させる干し柿、転ろきを作っている。武田信玄の時代には人中食として干し柿が奨励されたという。江戸時代にはぶどうや青梨と一緒に江戸、神田や甲府へ出荷されていた。大正時代には生の柿は海北、京南、干し柿は海東。 海西で栽培が盛んで、民家の軒先で干し柿を作るのが一般的であり、釜無川の河原を干し場にする地域もあった。山梨県に限らず、日本の栗栽培は小規模かつ自給用が多く、山村地域の過疎化、日本国外からの安価な輸入品の流入で生産量は減少傾向にある。県内の産地は、京南と海北で、標高差や品種の差により、 8月中旬から10月中旬の長期にわたり収穫期となる。ありがとうございます。